はい、2日目、やっと昨日ね寝れて7時8時には寝てたな。で起きたの4時、はい、しっかり8時間寝ました。眠かったけどね、4時でもっと寝たかったけど、あー、はいはいはい、ちょっと歩くことにします。バイクはちょっと待って、すげえ音してるけど、今ここの上流、ああ、まっすぐ行ってみようか、まずは。いやいやいや、こっち帰ってみよう。打てるっぽいな。はい、ちょっと待ってよ。カーブ、あ、コーナーが終わって、はい、地図でね見たスポットはここです。ここいいんじゃない、完璧だよね、川幅も。はい、2か所目、ここめちゃくちゃいいね、めちゃくちゃいいよ。流れ込んでて出るんじゃないかな、もう出るでしょうって感じ。ここで9時ぐらいまでやってもいいな。で、余裕で届くしね。反転してます。反転してるよ。ちょっとここは調べるべきやな。ここをこん中にいんのか。これでいいけどな、多分。3箇所、今日2箇所目、2日目の2箇所目。はい。で、この橋を渡れと。うん。いうことですね。ああ、ここか。これ見て。あそこもいいですね。あそこもいい。だけど一応ここの流れ込みから打っていく感じ。
はい、いろいろ聞いて回ってるんですけどね、やっぱり連れてるみたい。地元の人も知ってるから。名前がね、銀河じゃないですね。ブラックバスでもね、なんかビサヤの名前がもう一個あるみたい。うわ、見て、綺麗。あそこで牛かな、違うか、人がダグハンって言ってたんで、ね、めちゃいるってことだよね。いいと思うけどな、8時だし、日出てきて。飛ばしたいか、飛ばしたいよね。飛ばしたいやな。もう初めからフルアピールでいこう。XH ね、ロッド。こう来て、出そう。ルアーはこれよう飛ぶからね。風もないしね。えぐれてるってことはついてんねんな、寝る流れ。流れてんな。出てんじゃねえか、岩の後ろとかにな。ここはちょっと試し。お次はこいつね。まあまあ、ここちょっと、なるほど、これにずっとベイト漂わしとくんだ。食いに来てるやつを食わすんだね。難しいわ。まぐれみたいなんで。
あ、ちゃうか。びっくりした。すんげえさす。はい、ベイトもいるね。ベイトもいるし、錆びてるな。ここだね。おお、おお、あんまり行くとあかんな。いた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 。何これ。仕掛けか。仕掛けだけあんのか。今ね、バイブレーション巻いてます。丁寧な巻きで来るんじゃない。休憩してしましたね。で、時刻は、はい、3時8分。で、これから行こうかなと。まだ風吹いて、吹くね。吹くね。吹くんだね。そう、で、タトゥーラーにしてます。泥もあっていい感じなんだよな。ポイント的にはめちゃくちゃいい感じ。狭くなるし、で、泥地で、5月だしね、
どっちがうるさい？これ。コロンだったらいいけどね、これ。どっちが重いんだ？飛ぶかテスト。飛んで沈んだら OK。 こいつの針がクソちっせえな。どっちが沈むか。あ、いいね。これでいきます。これで、あの、多分めっちゃ重なったんだね、この針で。泳ぐかが。怒ってくれよ、怒って。いるんだったら怒って。あのね、なんかね、あれに似てるんだと思うんだよね、あの警告の。帰りちょっとここ山が走ったんで、ちょっとやめます。何にもない。いいかと思って何にもない。あのトップも誤爆もないし、バイトもない。うん、っていう感じですね。で、明日はちょっと河口、海打ってみようかなって。河口。はい。そんな感じで帰ります。はい。疲れました。